週末にあった話。私と彼は職場で知り合い、部署は別、1年半付き合って、彼氏は親に紹介したいと言うので喜んで彼実家に行った。彼はすごく快活で明るくて職場の人気者タイプ。私は同期のことのみ仲がいい、普通、地味タイプ。彼実家に行く前、おしゃべりな母親と実家住まいの無口な兄、長男がいるということは聞いていて、うちのおかん、おしゃべりだから引いたらごめんなぁと言われていた。当日、彼はすでに前日に実家入りしてたので、私は自分の車でナビ通りに彼の家へ向かった。彼のお母さんは事前に彼が言ってた通り、口数の多い明るい人だった。しかし彼の様子が変。いつもは職場でお前喋りすぎ、と上司に笑いながら止められるようなキャラなのに、彼母に何を言われてもむっつり、ん、ああっていうだけ。私の手土産のお菓子を彼母が切って出してくれたんだけど、その時も、おいしいねえ、無言でむしゃむしゃ、という感じ。すごい気詰まりな時間が流れ、私は正直早くおいとましたかったんだけど、帰りに彼も乗せて帰ると約束してしまっていたから、私だけ帰るわけにいかず、4時間が経過した。彼母がお寿司を取るから、お夕飯もぜひ一緒に、と言い、彼も、ん、と言うから、私も、すいません、いただきます、と言ってご相伴させてもらうことになった。そして、お寿司が届いた途端、留守なのかと思っていた彼兄が部屋から、彼父が、奥の部屋から出てきた。彼兄、髪が腰まであるし、お醤油のシミだらけの T シャツだった。彼父は一言も発さず、私が挨拶しても、こっちを全然見ない。とりあえず食事が始まった。彼系は、なぜか結婚する寿退社専業主婦志望と思ったらしく、いきなり、結婚してこれで仕事辞めれるわとか思ってんねやろ。女は帰省中やからな、一生帰省される弟がアホや。帰省中女に生きる価値なし。自分の食いぶちも稼げない生物は、自然界の掟で死ぬしかない。などなどと言い出した。私は仕事を辞めるつもりはなかったから。専業主婦になる予定はありませんが。と言うと、彼兄、口中からご飯粒を飛ばして。女のくせに金が欲しいのか。何に使う気や。と急に怒り出した。口から出た寿司飯の粒が、寿司よけ中のお寿司にかかり、もうげんなり。帰りの車内で、彼はいつもの職場で見せる快活な彼の顔になっていて、おしゃべりなおかんで、ごめんな、合わせてて疲れたやろ。土曜潰させちゃったし、明日の日曜はゆっくり休んでな。とニコニコ顔でマシンガントークしてくるのが、また一層不気味だった。怖くて、車内では何も言えなかったんだけど、彼のアパート前で彼を降ろした時、ごめん、あなたのお母さんみたいに、ひざまずいてあなたの靴揃えることは私にはできひんかもしれん、と言った。そしたら、ニコニコしてた彼の顔が、一瞬ですーっと変わって、ああ、って無表情でうなられた。怖くなって、すぐ車出して、自分のアパートに帰った。その途中も携帯鳴りっぱなしだったけど、開けてみずにアパートまで戻って、部屋中の鍵かけて寝た。携帯は電源切った。そのまま半日なんともなかったんだけど、日曜の夜11時くらいになって、彼がアパートに来た。電気ついてたのが外から見えるし、いるのはバレバレだけど、イルスを使うことにした。でもドアをガン。ガン。ってやる音が大きくなってきて、近所迷惑だったから。チェーンかけて、ドアをうっすら開けた。彼が、いつもと全く変わらない満面の笑みで。なんで開けてくれへんの、俺のためにお風呂入ってたんかいな。って言うんだけど、靴のつま先と肩を、ドアの隙間にぐりぐりこじり入れてくるし、すごくわざとらしい大声なのが怖くて。ごめん、
頭痛いねん。ごめん、ほんとごめん。って、私も近所に聞こえるような大声で言い返した。頭痛委員会、看病したるわな。ごめん、今は人の声とかも頭に響くねん。ほんとごめん。薬買ってきたるわな。今さっき飲んだとこやねん。ほんま、ごめん。なんや、水臭いの。ほんまごめん、ごめんな。今日は帰って。わざと近所にも聞こえる声で言い返してたら、近所の人、すいません。彼氏がじっと舌打ちして、つま先と肩を引っ込めた。でも、私の足の兜めがけて、痰を吐かれました。後で、廊下を見に行ったら、ドア一面にハンバーガーを潰してなすりつけられてた。彼からは、まだ、メールが、1日50通くらい来たるけど、返事してない。職場の人気者な彼が、こんなだったって、誰に相談して分かってもらえるのか、自信なくてうつ。